どうも、お疲れ様です。吉田さんの言われるように、ひろみさんが100キロを走るっていうのはね、まあ感動のような気がします。そして、あれをマラソン選手がやってもあんまり感動しないような気がしますけども、でもね、マラソン選手って走ることによって自分のアイデンティティを保ったりとか、世の中に感動とかを与えてるはずなのに、走る場面によっては感動しないっていうのはどういうことなのかなと思っちゃうところありますね。で、 まあ、ヒロミさんはね、YouTuber としての活動もしていて、十分そこで多くの人に喜びや楽しさや感動を与えてると思うんですけども、またそのひろみさんがね、自分の脚光を浴びる場所が増えるっていうのは、なんだかそう、羨ましいなというところですよね。<laughs> もう何をやってもいいんじゃないかなと。何をやっても賞賛を浴びるんじゃないかなって思っちゃいますけどね。逆に言うと私はね、ビートたけしに走ってほしいですね。ビートたけしに、24時間テレビの、 あの100キロランナーをやっていいいただくととこれは面白いと思いますよなぜならビートたけしさんはね明石家さんまさんと同様24時間テレビをもうねものすごく国境してるんですよなんであのチャリティーなのに芸能人がギャラもらってるんだよって言っているその大御所がビートたけしさんと明石家さんまさんですからねだからその2人をですねビートたけしさんを100キロマラソンに出したら これスタッフの交渉能力に感動して涙が出るんじゃないかなって気がしますけども、皆さんいかがでしょうかそれではお疲れ様です。